やあ、せつなけいすきだよ。今回やっていく VR ゲームはこちら、おのもの物語。このゲームのストーリーはですね、こちらに公式サイトにあった文章をそのまま貼っておくんですけども、ざくばらんに説明しますと、舞台は日本の大正時代に似たような異世界。その異世界はですね、神と呼ばれる生き物がですね、時折現れては人々に暴れ回って人々に被害をもたらします。それを鎮める巫女という存在がいまして、その巫女の一人であるハルという女の子が敵の手によって罠にかかって封印されてしまいます。封印されそうになっているハルが自分の力の残りを全て使い切ってでも呼び出したのが主人公プレイヤー自身です。そしてこの世界に呼び出された主人公自身がハルと協力してこの世界を救うために冒険するという話です。このゲームはですね、謎解きもあるし、その神との戦い戦闘も楽しめるような VR ゲームとなっているらしいです。そして今回俺刹那圭介はこのゲームのアンバサダーを務めさせていただくことになりました。このゲームの公式様より体験版をいただいたので、今回はそちらを実況したいと思います。というわけで皆さん、異世界へゴー。机、その手で。あ、いきなり宇宙空間に放り出されましたけど、あの月見えてるやん。誰が喋ってる？助けを呼ばないと。あ、これがハルか。助けを呼ばないとってストーリー通りやな。この小野頃島大社の御霊屋に灰立て祭り沈め立て祭る代々の先祖たち、大神宮に連なりたる腹からの見舞いに慎み敬いも申さく。吉野南城霊警察ジャミニンブラブン融合、佐藤、レイ・チェイス、ハーヘフーヘホー。あ、見つかってるやん。手足を奪った程度で君を止められるはずもなかったな。いや、いきなりえげつないこと起きてますけど。いや、これでも祭りの司には手ぬるい。いや、映像にしたらえげつない風景のもの見えてませんか、これ。映像にしたら。映像にしたらもうグロ映画になってくるような音声聞こえてますけど。音が終わるまで、普通の御霊の剣で君を要石に封じておく。あ、これが封印って言うたやつやな。巫女の力を封じてどうするつもりです、マサタケ。マサタケ、大結び六重の塔の頂で対岸をなす時まで君はこの社の中でおとなしくしているといい。これが黒幕なんやな。マサタケゴンネギ、待ちなさい。持ち出した真普通の鏡を即刻返すのです。その鏡とやらを取り返すっていうのも一つの目的なんか。なんで地球なんだ。でもさ、その人でなんで宇宙なんだこれ。なんで宇宙に放り出された状態で俺降らされたんこれ。あ、日本、ジャパンではありませんが、地球は青かったとかいう昔の宇宙飛行士とかで、うおー、降りてる降りてる。体験途中でさせられてる。ガンダムじゃないんやけどさ。かしこみ、かしこみも申す。
差し込みも申すわ。どこここ、れ何それ、ファイナルファンタジーのオープニング映像みたいな版も始まったな。うわ、ひろもち高橋、ザ・テール・オブ・オノゴロ、グラフィックすげえな、さっきの宇宙といい、今の空中庭園みたいなところといい、まずはグラフィックの良さ、レベル高かったです。ほんで物語が、おお、すごいな、なんかブロック、黒いブロックが広がってさ、新しいエリアに来るみたいな感じの演出すごいな。この辺は押せてはええや。ここか、ここスタートなんじゃん。いきなりこんなとこ出されたけど、何なのここ押せ。私の祈りに応え、助けに来てくださったんですね。いや、なんか来ちゃった。私、事情があって、今は動けなくて、そこにある扉を開けて、はい、こちらへ来てくださいませんか。え、怖っ。いや、何だここ何だここ、うわ、何これ。いや、なんかある俺の腰になんか立体起動装置みたいなのついてる。なんかでも手に持てた。武器なんこれ、トリガーじゃ。銃みたいな武器ある。弾ないんやな。おい、何これよ。なんだお前。なんか戦う武装備持たされとんやけど、俺。なんだこれ。行くか。あなたの気配が近づいてくるのを感じます。この気配、まさか。あなたが持っているのは陰陽獣？陰陽獣？これ？伝説の神沈めの神具、陰陽獣の使い手が。おい、デストーテムあるぞお前。レブナントとデストーテムここあるぞお前。あなたのそばに火の道祖神があるはずです。これ？デストーテム？持っている陰陽獣を道祖神に向けて引き金を引いてみてください。わかりました。ああ。うまく火の気を吸い取れたようですね。おい、なんか燃えてるよ。マグマのエネルギー吸い取った。火の感じますよ。はい。次に、赤い火の灯籠に陰陽獣を向けて、はい。もう一度引き金を引き、今吸い取った火の気を当ててください。あ、これでやればいいんだ。あ、開いた、誰？チャックマンみたいな使い方しようね、これ。意外とチャックマンみたいな使い方しようね、これ。チャックマンなん？この世界のチャックマン、これ？でかない？こんな大柄なチャッカマンいらん。ああ、片目押さえて。女の子。あなたは神？違います。ああ、笑いの神かもしれんけど、俺は笑いの神です、うん。この気配は私たちと同じ。あ、足かすされてるんじゃ。どうしたどうしたどうした。失礼いたしました。あ、少々怪我をしておりまして。艦隊みたいなのつけたな。なんか目を怪我したんじゃ。一瞬巨大なメガネのようなものをつけた姿が見えたのですが、うん、そんな奇妙な格好しているはずありませんよね。あ、メガネってゴーグルのことか。今のあなたはカゲロウのようなおぼろげな姿をしています。これさ、あの主人公は VR ゲー、新しい VR ゲームを買って、それを起動しようとゴーグルをつけた瞬間に転移されとんだよね。そのゴーグルの話でしょ、ね、これ今。言葉です。あなたは私の住む世界とは違う別の世界、隔離をからいらしたようですね。隔離っていうんじゃ、俺らの世界。では改めまして、はい、お初にお目文字申します。お目字も、お目字も、お目、お目字も。何その言葉遣い。五世春。五世春。この世界、写し絵召喚した巫女です。ああ、俺お前が召喚したんじゃん、俺のこと。あなたのお名前は。俺の名前は刹那啓介だよ。ごめんなさい。え？そのカゲロウのようなお体では声は出せませんよね。そんな体なんじゃこれ。いくら大結節の影響があるとはいえ、隔離用のお方が写し用に召喚されるとは。つまりそんな完全じゃない状態で召喚されたんじゃ。ですね、あなたは私を救うために召喚されたに違いありません。都合よく都合よく捉えるなお前。ショートヘアじゃ。俺こういうショートヘア好きやな。あなたが持っている陰陽獣で、この金目石を操り、
部屋の隅にある船石の前に置いてみてください。どうやればいいんだろう。これがこれでいろいろギミックを解くような感じなんじゃ。近づける。お、近づける、近づける。わーい、マジか、めっちゃマジか、顔めっちゃマジかなんやけど。これあと顔を動かしたらこっち向いてくれるけんな。これが VR やけんな。 VR の基本的なところあるからな俺。近づきすぎたら消えるな。おお、どうしたどうしたどうした。動かすには引き金を引き続けてください。はいはい、わかります。今のアグレッシブな動き何だった今。銅銃を金石に向けて引き金を引くと金石を持ち上げることができますよ。そうなんじゃ。お、マスターソード的な感じなんじゃ。やってみる。こうやってこう違うな、これって離してこうか。あ、違う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 。金石を持ち上げることができますよ。やってますけど。あ、こっちか。石の方を持ち上げるんか。すごい。思えぬほど鮮やかな陰陽銃の。あ、パンツ見える。これパンツ見えるぞ。パンツ見えるぞ。ああ、中身にパンツがない。スカートの中にパンツ抱えていない。船石の前に金石を置いてください。何この光景、シュールな光景は何なのお前。どういう状況。なんて例えればええんや。これ人に説明するときになんて例えればええんやん、これは。で、これをここにすればええんか。つまり。こうか。こうね。オッケー。それでどうなるの？これは、船石というものです。はい。この船石に、私が祈りを捧げると、扉が開きます。はい。なるほど。この子、足かせがついとうけん、行動範囲自分では広げれんけん、俺が動かしてそれを、うまいことを、サポートする感じなんじゃ。開いたね。じゃあまたこれも同じように、これで、こうしてこうか。おー、アグレッシブなよな、お前。飛び乗り方が。あ、ここに来いってば。私には、あなたの助けが必要です。はい。ある男。荒木田正武というものによって私はこの社に閉じ込められてしまって。そういう出会いよったな、そんな感じのこと。正武ゴンネギを止めなければ大変なことが起きてしまいます。どんな大変なことだい。お願いです。どんな大変なことだい。正武と戦ってください。正武ってやつは転売中なのかい。転売しまくって本当に欲しい人に商品がいただくなってしまうのかい。そうでした。そのカゲロウのような姿では声が出せないですよね。あ、俺出せないんじゃ、はい、バリバリ喋よったらお前に届いてないんか。いいえなら横に頭を動かしてください。改めてお願いいたします。俺から私と一緒に正武と戦ってください。応じるか、はい、いいえは頭の動きで表示できるんじゃ。意地悪なことにいいえやってしまいます。そうでした。そのカゲロウのまた同じこと、同じ説明し始めた。はい、なら縦に。はい。いいえなら横に頭を動かしてください。意地悪な俺は横に振るのである。お願いいたします。私と一緒に正武と戦ってください。横に振るのである。やだ。そんな冷たいこと言わないでください。話しますしまた。もう。あなたしか頼る人がいないんです。どうか私と一緒に正武と戦ってください。いやー、いやー、そうでした。そのカゲロウのように、今の一回のいやーなかったことにするなお前。お願いします。わかった、またわかった、またそこまで言うんだったらお前。ありがとうございます。このご恩は一生忘れません。もう、はいと言うまでさ、語りかけてくるくせに、お前。よし、来いよ、アグレッシブ。あれ、アグレッシブ来いや。よし。開いてないな。開けてなかったんじゃ。開いとかな。お！外に出れる。行くぞ。もっと優しく金目石を操作してくださいませ。無理なこった。あ、何かかってる。あ、そういうことか。優しくってそういうことか。ごめんごめんごめん。ちょっと魚釣りしていく気分だぜ。パンツが見えないのが残念だぜ。よいしょ。あなたが来てくださらなかったら
私永遠にあの社に閉じ込められたままでした。じゃあ王子様だな俺。私王子様だったら俺キスでもいいんじゃないの。じゃないんですね。キスやで。あのん私の姿もしかしてちょっと変ですか。まあこっちの世界では古いなっていう感じはするな。体のほとんどを奪われてその場にあった蒸気機関の部品だけで必死に錬成したんです。あ、だから右手こんなオートメールみたいな感じなんだんじゃ。体のすべてを取り戻して本来の私の姿。別になんか緊急を犯したとかじゃなくて持って帰ったとかじゃないやな。あれより持って帰っとるけど違うやな。つまりとりあえずそこやな。見た感じよし、ポイントここ頼むわ。なんこれ、これは？説明なし。何これな呪文出てきましたけど、あのなんか説明してよ。あ、こっちもあるな。じゃあこっちにすればいいんか。これ操作に癖があるなこれ。こんな感じかな。よし。これさっき見たやつで。なんでこれ、あ、どうした。あ、これで、どうやるんだったっけ。こっちじゃ、これ違うな。こっち、え、こっちじゃ、向こうじゃ。そうじゃ、そうじゃ、これに引き付ければいいんか。こうだ、なるほど。やりましたね。これは言ってみれば基本なんやな。基本的にこういう感じでやっていけばいいみたいな。チュートリアルやる感じなんや、今。こうだ。よっしゃ。クロッケン引っこ抜くときこんのかなってすごい気になる。ん？社の外へ出るためには、はい、一回を解く必要があります。そうみたいやな。普段ならこの程度はたやすいものですが、うん、今の私には仮初めの体の錬成とあなたの召喚で巫女の力を使い果たしてしまった上、わずかに残った力も正竹によって要石に封じられて。どうすれば回復する。好きな人とのキスか。じゃあ俺とキスするか。隔離をから流れ込む力が溢れています。どういうこと。だからあなたと二人ならどうか私の手を取って結界を解くために力を貸してください。これ黒世界流のプロポーズか。わかった。オッケー。あなたの手を私に。やってるやん。どこか長いことやり続けばいいんか。触れれたな。もうちょい触れれんかな。やりました。あ、やったね。なんで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 。正竹を追いましょう。オッケー、行くぜ。一緒に行こう。今おのごろ島では五中の神とその眷属が権限し暴れています。その五中を収めるのにこのゲームの目的か。私たちが追っている男、はい、正竹権禰宜、大結び六重の塔の頂を目指すと言っていました。うん。正竹を止めるために私たちも大結び六重の塔を目指さねばなりません。ああ、六重の塔なの。あ、なんか来たぞ。気をつけて。なんかおるぞ。なんかおるぞ。おい、うえ。なんでお前の方がダメージ食らっとんだろう。食らったん俺やぞお前。眷属にやられたのはあなたのはずなのに。なあ、私にも痛みが伝わってきました。え、振動体通覚一緒。もしかしたら。お願いします。はい、今すぐ私と手をつないでください。何それ、もうロマンチックな状況かもしれない。え、何これ。このつなぎ方は親密じゃないとやっちゃあかんやつ。おい、親密じゃない状態でやっちゃあかんつなぎ方してるこれ。何これ、何これ、何これ。よかった。何が。私の痛みが消えました。え、やっぱりそうなんだわ。何がだよ。あなたを隔離をからこの写し用に権限させているのは行為のよりしろである陰陽獣とわずかに残った巫女である私の力、双方のようです。ちょっと何言っているかわからない。私の間のつながり、
絆はとても強いもの。はい。二人で一つの生き物になったようなものなのです。仮面ライダーダブルなんですけど。気絶すると、さあお前の罪の数えろみたいな感じで。なくなり、あなたをこの世界につなぎ止められなくなります。はい。負傷した時はあなたの隔離用の力で怪我を癒せます。どうか私の呼びかけにお気をつけください。あった。それでは二人仲良く、マサタケゴンネギを追いかけましょう。二人仲良く。心配なく、きっとうまくいきます。私の直感は当たるんです。嘘だ。あのヒモロギを解除すれば遅いな、この子の体。結構。いくつぐらいなんだろう。あ、ここを進めってことね。見た感じ、あ、まだここ火を灯すような場所があって、その火をどこから持ってくるかって話だろ。ちょっと待っとって。ちょっと探してくるわ。あ、あるでよ、みたいな、こっちに。炎が。こんなところ張り付いてる場合あるんじゃ。こんな壁張り付いてる場合あるやな。いや、蜂の巣みたいな感じになってるんだもん。見た目からして。じゃあこれ吸い取った剣ここにこうすればいいよね。で開くわけじゃ。何これ、成功です。なんか張り付いてますけど、お札が。これは一体どうしたら良いのか。引いたおみくじみたいな感じになってる。くくりつけたおみくじみたいな感じの感覚になってバラーって付いてますけど、これ。あ、また炎集めれる剣、これで割れるんか。あ、なるほどね。やりましたね。攻撃もできるんじゃ、これで。あ、それは銃やもんな。エネルギー集めてそれを打ち込むってこともできるか、さすがに。そういう使い方があるんじゃ。隔離用のお方、あなたの世界に荒ぶる神はいますか。荒ぶる神。ああ、お客様かな。クレーマーというお客、あ、待て、立てや立てや。そうでしたか。うん、クレーマーっていうさ、自称神様おるよ。近しい存在なのですね。全然違うね。うわ、なんか来たー。なにこれ、大玉転がしの競技でもするんか、今から。避難済みのようですね。内務省人事局から全島に避難指示が出たんです。ああ、それでこの通り無人の町に。そういえば誰もおらんなと思っとったわ。そういうことだったか。で、これ何で、これ何これ何のために出したんこれ。ごめん、その辺の話全然聞いてなかった。それでこう、なるほど、この辺のこういう操作機、なんかおるよ、なんかおるよ、気になるやつが。さっき攻撃してきたやつおるよ、3体もおるよ。陰陽銃で道祖神からヒノキを吸い取って眷属へぶつけてください。オッケー。これ火吸い取って、こんな距離でも吸い取れるんじゃ。で、これを打つ感じ。おお、一回吸い取ったら一発って感じやな。どうだね、俺エイペックスやってるから。力を宿した石碑、道祖神には火以外にも土、風の種類があります。あ、属性があるんだね。いずれまたご説明しますね。これは多分体験版の範囲できそうじゃないな、多分。あ、ここやな。あ、ちゃうんかい。あ、ここに火つけてようやくここが開く。オッケー。のご説明がまだでしたね。あ、重要やな、この神。この写しをにおける神とは、自然界の大いなる力のことです。力。神は巨大な獣のような姿で顕現し、人々に恩恵を与えることもあれば、恐るべき被害をもたらすこともある。大概やな。それが神です。荒ぶる神を鎮めきれず命を落とす神職もいます。怖いね。いかなる犠牲を払ったとしても人々を守れるのならば我々は本望です。えらいね。ほら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 、オッケー。こんなところあった。あ、よう考えたらこれあれか、さっきまで言いよったこの中に何かある案件のやつじゃん。よう見たらあるね、これ。これちょっとこの箱をマジックバークスをね、早めに見つけることも重要やな、ストーリー進めるんで。デッキを戦うにな、この中に絶対何かあるって考えればいいんだな。頼んだ。
邪魔が入ったけど。あ、閉じた。あ、閉じるだけかい。あかんで、閉じたらあかんで、お前。閉じたらあかんで、お前。あなたの陰陽獣の扱いは一級品ですね。え、ほうで。眷属とはいえ、初めての討伐でこれほど鮮やかな勝利を収めるとは。褒め上手ね。あなたが召喚に応えてくださって本当に良かった。このまま付き合っちゃう？このまま付き合っちゃう？おいら。報告によれば、おのごの島に権限した神は御中、何人もの神職が派遣されましたが、一人として戻らず。ああ、強い御中が現れた。一番力の強い巫女、祭りの司たる私がやってきたのです。お前が一番強いんだ、巫女の中で。しかし、神沈めに挑む前に私は正竹に捕らえられ、巫女の力を奪われてしまいました。敵の先に落ちてしまったと。正竹権ネギは大神宮の神職でありながら、真仏の鏡、仏の御霊の剣という最高位の神具を大神宮より持ち出しました。何かをやろうとしようやな。黒幕感がすごいな。大結節は76年に一度の大祭。すべての神の力が普段よりずっと強くなります。それまでに片付けなければ厄介なことになるでしょう。世界の崩壊。あら、ちょっと脅かしすぎましたか。お茶目な感じで言うな、お前。妙獣さばきならきっとうまくやれます。私も精一杯頑張りますから。頑張りましょうよ、二人で。あ、まだこれか。タッチ。なんかあるね、鳥居が。あ、六重の塔ってやるか、あれか。近づいてきてる。神の気配が強くなってきました。おるんやな、神が。眷属すら沈められぬ今の私では、荒ぶる神に相対する自信は正直なところありません。うん。それでもやらなくては。使命なんやな、それが。俺を任せろ。改めてお願いがあります。はい。もしも神と遭遇したならば、私と共に神沈めに挑んでいただけないでしょうか。もし神もおのごろ島で沈められなかったら、御中の神は島を出ていくつもの都市を襲い、甚大な被害が。体の動きがなんかミュージカル風なんよな、お前。返事は聞きません。聞いてくれ。どうしたいかにお任せします。私の願いを聞いてくださるのなら、この手を取って大鳥居へ一緒に来てください。もちろんだ。手に取った時のその深呼吸なんなん、いつも。ちょっと気になる動きやな。ありがとうございます。行くぞ。その笑顔のために俺やる。まだいけるんじゃ。まだやっていいんじゃ、体験版。誰かおるぞ。待ちなさい、マサタケ。こいつがマサタケ。平のマサタケ。やはり違うな。そんな名前じゃなかったな。力を封じられた身でもう社から出て、武将みたいな感じの見た目してるな。なんだお前、見えてんの俺のこと。中途半端にこの写しに繋がっているな。おい、半端者。おい、俺、お前が春をここまで連れてきたのか。そうだ。この方は関係ありません。いや、関係ありませんよ。俺とお前結構シンクロニシーって運命の人やん。関係ありませんもないやん。断る。表参道はおのごろ島の神職どもが張った大結界で封じられている。俺でも手こずるほどだ。春、今の君ではこの大結界を破るのは無理だろう。あれ、なんか仲間っぽい感じやな。やってみることだ。これ俺は裏参道から塔を目指すことにするよ。待ちなさい、マサタケ。君の相手をするのは俺ではない。すごい動きしてる。わあ、なんか来たー。マジで、あれが神だ。神で戦う。音波で攻撃してきます。わあ、気をつけください。普通にゾンビのシューティングゲームでできそうなボス系のキャラクターでできた。第223代大神宮祭りの司、小瀬春。
我の名においてことあやねに神沈めをなさん。隠れ者の方、はい、荒ぶる神ことあやねを一緒に沈めましょう。了解した。協力してこの場を切り抜けましょう。すごいな、すごいもんが飛んでる、すごいもんが飛んでる。これあ、もうやっていいんじゃ、戦っていいんじゃ。来るぞ。まずはこれよ、これ吸い取って直接攻撃は、直接攻撃は届いてないな、これどう考えても。大丈夫かお前、食らってない。どうやって助ける、これで援護できるか。違う、一時撤退、一時撤退、撤退撤退。どうすればいい？けどこれ炎と、あ、なんかあるな向こう。あれなんやっけ？ジェー、カバーした。危ない。この赤いなんやったっけ？気になるんやけど、レオでもないんか。じゃあ炎を、この炎を使ってどうにかするしかないんかな。どっか弱点あるんだこれ。髄核ってどこっすか。髄核あれか、なんか弱点っぽいも言えてる。あー逃した。髄核って言われてもわからんのよ俺、そういうなんか理系な、そういう体の部位的なさ名称とかようわからんのよ。けどなんか弱点あったな、胸が赤い部分あったな、まあ、マジでガンシューティングの弱点、ボスの弱点みたいな感じの弱点だったな。なるほど、弱点をついて敵を倒す系のゲームだったか。開くときがチャンスか。大丈夫？直接攻撃食らってる。え、当たってないんか。ごめん、待てーあかんかったー。ごめんごめんごめん、そういうシステムね、そういうシステムね。ごめんごめん、わからなかった。こうか、これで回復するんだ。そうじゃ、ごめんごめん、やり方ちょっと馬反応せえへん、馬反応せえへん。これあ、回復してる。 HP ゲージだったんこれ、なってるかほんまに。これで回復するんやな、 HP 削れた時はしてるね。 HP ゲージだったんだね、これ。これでいいだろう。元気100倍アンパンマン、アンパンマン来ました。アンパンマンです。今ですなんこれ、お前狙われとって今ですなんこれ。やったー、当たった。今回は当たりました。お前思いっきり狙われとったけど、なるほどね。そう、どうすればいい。ほんまにじゃあ腕出すか。出さない。お、やば、くらえ、当たってない。避けたはいいけど当たって、当ててない。弱点出しとったのに。そう、両手あるんやけん、これ両方ともうまいこと使えばいいんか。こううまいこと、難しいね、これ両方とも使うなら、同時に使うなら。でも運びながら撃つこともできるな、これ十分。かわせるか、かわした。しかし弱点ない、狙ってくる、かわせー。これは大丈夫、当たらん当たらん、そんな当たらん当たらん当たらん。当たってる、ちょっと当たってる。うわー、あててててて、今ねかわいい言い方言う。あててててて、おいし、弱点出した時がお前の最後だ。狙ってるぞ、来るぞ、そこだー、よっしゃー、すごい低い買い方。わーい、通せてんのこれ。追撃追撃、はい、下打ち下打ち、
じゃあ4時、じゃあ4時、じゃあ4時、やったぜー。隔離用のお方、私をあの光の玉のところまで連れて行ってください。オッケー、ハイタッチ。この光、琴綾音の気を感じます。うん、私に任せてください。頼んだ。かけまくもかしこき琴綾音の神、雨の岩屋とみて腹への太のりとを掃除たる大御神たち、もろもろのまがごと罪汚れあらむおば、払えたまえ清めたまえと申すことを聞こしめせと。かしこみかしこみ、来てるよ。おお、まさたきに奪われた私の足です。あ、ほんまじゃ。左に動きますよ。左足に治ってるやん。こんな感じでどんどんパーツって入れていくんじゃ。巫女の力が戻ってきたようです。おお、封印さえ取ったんだ。そこに琴綾音が私の足を取り込んでいたということは、うん、マサタケは他の神にも同じことを。いやな、そうなるな。あの琴綾音の姿は大神宮に伝えられたものとも、かつて私が相対した時の姿とも違っていました。うん、どうやらマサタケゴンネギが私の体の一部を神に取り込ませたことが原因で変異したようですね。おそらく残る市中の神には私から奪った左目、うん、右腕、うん、心臓と。心臓も捕らえてんのお前。神具たる神経。大丈夫だ。心臓捕らえとってお前よう動くとんなお前。どうやって動いてんのじゃあお前。おのごろ島の荒ぶる神すべてを沈めれば、私は巫女の力と無敵の神具を取り戻せるはず。無敵の神具、無敵とか言っちゃって、ほんまに無敵かそれ。一緒に行ってくれますよね。もう嫁やけんな。このゲームで言うお前は俺にとって嫁やけんな。行くぞ。隔離用のお方、どうかあなたの手を。その深呼吸は何だ。何度も言うぞお前、その深呼吸は何なんだお前。あ、ありがとうございます。ポータルみたいなの出てきましたけど、あの裏参道へ参りましょう。え、ポータルで転移できるのこれ。転移しちゃったよ。いやー、 VR だけにさ、映像がリアルで没入感があって、やっぱはるちゃんとのさ連携っていうかやりとりっていうのがまさに自分とやってるような感じがしてさ、楽しかったわ。謎解きもね、結構基本の、今回見せた基本の動作さえ押さえとけば発想次第でうまく解けるような内容になっとって面白かったし、戦闘も相手の弱点見つけてって感じがなかなか良かったと思います。というわけで今回おのごろ物語、興味がある人はいろいろ調べてみてはいかがでしょうか。このゲームの製品版の発売はですね、もう間近まで迫ってきております。今月の3月18日です。対応ハードはですね、オキュラスクエスト2、メガクエスト2とも呼ばれてるらしいんですけど、今のところそれにしか対応してないみたいでして、もしかしたらこの今後、例えばプレイステーション VR2 とかそういうのに対応した版が出るかもしれんけど、とりあえず今のところそれだけらしいです。あの物語でもそうだけど、これから日本製 VR がどんどん登場します。それらもやっていきたいと思いますので、今後もよろしくお会いします。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。お付き合い